頭痛の診療を専門にしている五十嵐です。今回は皆さんが気になっていらっしゃる片頭痛の原因と対処法についてご紹介いたします。この3つの項目に当てはまった方は片頭痛の可能性が高くなります。片頭痛の特徴としては、体を動かすと痛みが強くなったり、吐き気や光や音に敏感になるというような症状を伴います。片頭痛は遺伝などの体質に加えまして、ストレス、天候の変化、ホルモンバランスなど様々な誘因が重なって、脳の血管を取り巻く三叉神経が刺激され、そこから神経伝達物質が放出されることで血管の拡張が起こり、次々と脈打つような痛みが起こる頭痛です。片頭痛の対処法としては、緊張型頭痛とは逆で血管を収縮させることが効果的です。そして片頭痛の要因は人それぞれです。どのタイミングで頭痛が起こるかをご自分で把握することが大切です。そのために、ご自分の頭痛をよく観察して、で記録なさることが大事です。しかし、健康のようにどうしても避けられない状況もあります。日常的にご自分でできる予防方法をお試しになることをお勧めいたします。前回ご紹介した2つの頭痛体操ですけれども、日常的に行えば予防に効果的です。片頭痛は食べ物でも予防することができると考えられています。マグネシウムとビタミン B2、 ビタミン B6 を意識して摂ってみてください。水溶性であるビタミン B 群は日常生活で不足しがちです。ですから、ぜひ意識的に摂るようになさってください。月経の時に片頭痛が起こる方は大豆製品がおすすめです。月経時の片頭痛は女性ホルモンのうちのエストロゲンが低下することが要因と考えられています。大豆製品に含まれるイソフラボンがエストロゲンに似た作用をしますので、片頭痛の予防効果が期待されます。